ヨッシー当てこう先行、そしてカードはシャーマンプチ様よ鎧、そして交換してきたカードは死神貴族ということで、はいどうも後付けの僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズ闘技場やっていきましょう。ということで今回ついに追加カード来たね。なので今回は追加カードが使える闘技場をやっていきたいなと思うんですがさ、お前骸骨兵でね、今回あえてデッキは見せないでいきたいなと思います。でなんでかっていうと、まああんま意味ないんだけど、まあ闘技場なんでね、まあ、デッキってやっぱりいろいろあるじゃないですか。闘技場だとこうなんかいきなり5枚積みのね、同じ種類のカードが5枚あるとかそういう可能性もあるんで、まあそこはね見ながらお楽しみいただけたらなと思います。ということでここでピサロナイトが出てくる。まあさっき毒矢頭巾を使わなかった理由としては、まあ毒矢頭巾使ってもよかったんだけど、この敵ねいかんせん低コストユニットばっかりで構成されているので、まあ一応今4コス3体いるけど、これめちゃめちゃ運がいいだけで、本来だったら本当にもう2コス2コス1コス2コスみたいな感じになってもおかしくないんで、ちょっとねテンション使いつつでユニットを出すみたいな感じでやっていかないとちょっとねやっていけないので、今回はね節約 しながらやっていこうかなと思います。ということでここでヒートギズモ、そしてテンションアップ、いやもうお相手すごいな、僕変なユニットしかいないんでこういう死神貴族的な変なユニットしかいないんで、こういうちゃんとしたユニットを出せるのが羨ましいと。さあ3枚ドロー、いいな本当に、もう3枚ドローが羨ましいよ僕だって3枚ドローできないからね。しかしここでテンションを使わないということで連携かなということで、まずは4点ダメージを与えます。そしてとりあえずまあキラーマシンを使ってどんぐりベビーを取っていきましょう。さあこれでキラーマシンを使います。そしてここで何が来るかな、命大事にこれで2点ダメージ。やっぱキラーマシン強いね。うん、キラーマシンが多分ね今回の追加カードのスーパーレアで一番強いんじゃないかなって思ってるんだけど、やっぱ使いやすさがすごい。しかも今回ねなんだっけあれ、12コース7号のなんか猛獣のライオンみたいなやついたじゃないですか。あいつがさ作戦系なんで、こういうキラーマシンみたいな作戦が来るのはめちゃめちゃ強いと。さあということで立ちふさがるドラゴン、しかしながらこれディスカミだったら強いけど、ディスピサロだとただ単に捨てるだけの男なんでもう損しかないと。しかも王女の愛も使わせちゃうってことで、なんかもう暴れ狛犬の劣化版みたいな、カードなんですが、さあここでしかも地獄の鎧だっけ、あいつを捨ててくれたのめちゃめちゃありがたい。ということでここはキラーマシンで2回当たって毒矢頭巾でちょっ切りましょうか。そして残り4コストになるんですが、まあ、とりあえずやることがないので、まあ、キッシム使ってテンションアップが一番アッパイなのかなと思っているんですが、さあここで王女の愛、いいね王女の愛。しかしまあピサロナイトを出すだけなんで、あんまりねこのデッキにおいてはそこまで強みはないんですが、まあ、一応ありがたくもらっておきましょうということで、まずはキッシムを出します。テンションアップを使ってピサロナイトを出してからのテンションアップでエンドを守る。まあ、さっき言った通りね、節約しないといけないんでプチ様よ鎧に関してはね、まあ、ここでお留守番をしていただきましょうという感じなんですが、さあお相手残り HP15、 そしてこっちのユニットはめちゃめちゃいっぱいいますので、まあ、結構いけるんじゃないかなと思ってるんですが、しかしやっぱテンション使ってないんでホメロス様がちょっと来そうだなっていうのが怖いんですが、さあ何が来るのか。さあここでまさかのグラコス、しかしながらグラコスをここでブロックしないと。しかしまあこれはねその時気づいてなかったんだけど、途中でね気づいたんですが、グラコスねこうブロックしちゃうと、この死に神貴族の貫通によってむしろテンタコスと一緒にやられちゃうっていうのがね、むしろデメリットとしてあるんで、だから多分全滅に出したのかなと思っているんですが、まあ、どうせリーダーにダメージを与えたところでって感じもするんでね。ということで、まあ、とりあえずグラコスは生存させていいかなということで、とりあえず貫通ダメージでピサロナイトを取っていきましょうと。まあ、これだったらピサロナイト出さなくてもよかったんじゃねって思ってるんですけどねえ別にグラコスをブロックさせなかったんだったら、まあ、ピサロナイト出さないで次のターンとかに出しちゃった方がいい気もするんですが、まあそこはねあまり深く考えずに4点ダメージで除去います。そして毒矢頭巾とキッシムは3点ダメージを与えて、で毒矢頭巾でしっかりとテンタコスを取って、残り5コストか、5コストに関してはまあテンションアップからの死神貴族でエンドを守ると。しかも死神貴族が2体出たことによって共鳴して5-5になっていくといいね。そうこの共鳴がまた強い、まあ共鳴が強いわけではないかまあでもね4コス4号でシンプルに強いのに共鳴しちゃったらもう最強でしょというところなんですが、煉獄魔さんは普通にめんどくさい。しかしながら、まあ、死神貴族が生存したんだったら、まあ、ギリギリセーフといったところ。さあここで残り2コスト何が来るのかというところで、ここで雲の巨人、もうすごいね。うん、
もう引きが良すぎだけど、まあ、僕も引きがいいですよというところを見せつけたいということで、パラサキスいいね、引きがいいですね。さあここはテンションアップを使って、まずは、ぬか床スライムで鬼火どんぐりを、毒にしていきましょう。でしかも行動不能になるので、次のターンのエンド時までもう何もすることができず毒でやられていくと。そしてテンションアップを使ったことによってピサロナイト、そしてパラサキスを出してからの、ここで王子の愛を使うことによって王子の愛をもう一枚デッキの中に加えるという素晴らしいプレイング。しかしながらこれが吉と出るか凶と出るか王女の愛がね、むしろ邪魔という可能性があるので、まあ、それがちょっと良くない可能性もありけりと、そう王女の愛をデッキに入れてからのクサロナイトを召喚、で4点ダメージを与えていくと、ずっと喋ってるとね、唾がめちゃめちゃ溜まるってことで、今んところね結構順調ではあるんですが、こうやって除去られる上に、しかもプチ様よ鎧しか手札にないというこの状況、意外とやばいと。しかもここでキラーマシンも出てきて2点ダメージが、しかもよりにもよってピサロナイトと、ぬか床スライムか、まあパラサキスだったね。まあ一応、許容範囲であったんですが、まさかのピサロナイトにしっかりと当てていくと。まあここはね、まあ勝てる確証がないので1点ダメージを与えつつ、キラーマシンを除去っていくと。さあここでしっかりと1コスト上のユニット変形、さあここで暴れ足取り、まあまあっていうまあまあまあっていう何とも言えないやつが来ましたけど、まあしかしながらね、盤面的にはこっちの方が有利と言いたいところだったんですが、そんな時期も僕にはありましたという感じで、しっかりと除去られていく。でさらに支援のいざないで全除去と。さあしかしここでキーカードを持っていくのは僕、シャイニングドロー、ここでしっかりとゼルドラルを持っていくのが僕なんですよね。さあここでしっかりと情報修正された進化したゼルドラドの効果によって毒にしていく。さらに毒ダメージプラス1、これによって2点ダメージ、そして大相手のターン終了時に2ダメージ、そしてこちらのターン終了時に2ダメージ、合計で4点ダメージを食らえるので僕の勝ちはほぼ確定と言っても過言ではない。さあここでしっかりとエグチキを出してきましたけど、まあ相手が回復しない限り僕の勝ちは確定といったところ。さあここで僕が勝てるのか否か、さあここで地獄の夜勝ち確定。さあこれピサオナイトが出てきますけど、ファイナルターンといきましょうか。さあこれで2点ダメージ、そして最後のターンといきましょう。さあ闇シワで知ってる、僕が勝つ未来は全て最初から決まっていたんだよ、対戦ありがとうございました。さあということで、いやまさかの2枚入り。